31章王レムエルの言葉。その母が強制のため彼に与えた重みのある恩信。私の子よ、私は何を言おうとしているのか。私の腹の子よ、私は何を言おうとしているのか。私の制約の子よ、私は何を言おうとしているのか。あなたの活力を女たちに、またあなたの道を王たちを拭い去る者に与えてはならない。レムエルよ、それは王たちのすべきことではない。ブドウ酒を飲むことは王のすべきことではない。また酔わせる酒はどこにあるのかとは高官の言うべきことではない。飲んで布告されたことを忘れ、苦悩の子らの言い分を曲げることのないためである。あなた方は滅び失せようとしている者に酔わせる酒を、魂の苦しんでいる者たちにブドウ酒を与えよう。人は飲んで自分の貧しさを忘れるがよい。もう自分の難儀を思い出さぬがよい。口の聞けない者のため、すべて去っていく者たちのためにあなたの口を開け。あなたの口を開き、正しく裁き、苦しんでいる者や貧しい者の言い分を弁護せよ。有能な妻を誰が見出せるだろうか。その値は珊瑚よりもはるかに尊い。彼女を所有する者の心はこれに信頼を置いた。そして収益に欠けることがない。彼女はその命の日の限り、悪ではなく善をもって彼に報いた。彼女は羊毛と亜麻を求めた。そして何であれ、その手の喜びとなることを一生懸命に行う。彼女は商人の船のようになった。はるか遠くからその食物を携えてくる。彼女はまた、まだ夜のうちに起き、食物を家の者に、定められた分を若い女たちに与える。彼女は畑について考慮し、そしてそれを手に入れた。彼女は自分の手の身からブドウ園を設けた。彼女は力を腰の帯とした。その腕に活気を添える。彼女は自分の取引が良いことを知った。その灯火は夜も消えない。彼女は手を糸巻き棒に差し出した。その手はツムをつかむ。彼女はその棚心を苦しんでいる者に差し伸べ、その手を貧しい者に差し出した。彼女は家の者のために雪を恐れない。その家の者は皆、重ねの衣を着ているからである。彼女は自分のために上掛けを作った。その衣服は、亜麻と赤紫に染めた羊毛でできている。彼女を所有する者は門のところで知られるものである。彼が土地の年長者たちと共に座るときに、彼女は下着をも作ってそれを売り、帯を商い人に渡した。その衣服は力と好奇であり、彼女は後の日を笑う。彼女は自分の口を知恵を持って開いた。その下には愛ある親切の立法がある。彼女は自分の家の状態を見守っており、怠惰のパンを食べない。その子らは立ち上がって彼女を幸いなものと言った。彼女を所有する者も立ち上がり、これを称賛する。有能さを示した娘は多くいる。しかしあなたはそのすべてのものよりも優れている。麗しさは偽りであることがあり、美しさも虚しいものとなることがある。しかしエホバを恐れる女は自分に称賛を得る。彼女にその手の身を与えよ。その技が門のところで彼女を称賛するものとなるように。